もしもし、V4 か。ベガスのレースで対戦したものだ。アリータから番号を聞いた。なあ、どうした？ダリアって女について聞いて回ったんだが、残念な知らせだ。数ヶ月前のレースで支部を怒らせちまったらしい。奴に撃たれて死んだそうだ。そうか、ロクサーヌ、聞いてたか？聞いてた。残念だ。私、用があるから。ロクサーヌ、クソ。ミッションの前にもう少し経験を積んだ方がいいわ。危険運転車両の通報、発見次第追跡せよ。了解。館内で危険運転車両が目撃された。容疑者を捜索せよ。了解。
管内で危険運転車両の目撃情報、すぐに捜索せよ。了解だ。全パトカーへ、現在重要容疑者を追跡中。了解した。追跡はここまでだ。完全に逃げられた。了解だ。全パトカーへ、容疑車両は逃走。歩道をこすっても私は責任取れないわよ。もう少し経験を積むことね。危険運転車両を追跡中。全パトカーは警戒せよ。了解。容疑車両の現在位置を確認した。容疑車両は極めて危険。応援を派遣してくれ。了解。すぐに応援を派遣する。任務完了。たった今容疑者の身柄を確保した。管内で危険運転車両が目撃された。容疑者を捜索せよ。了解。発見次第追跡せよ。了解だ。また運び屋の仕事が入ったよ。クルー全員分のレイドカーを手に入れたから。ちょっと待ってくれ。どうしたんだ。姉さんのことは気の毒だが、今やる必要は。支部を狙ってるんでしょ。奴に近づきたければやらないと。場所は GPS に送ったから。Thank you.
聞け。レイドカーの準備はいいな。今夜はたっぷり稼ぐぞ。受け渡し地点まで競争だ。頑張って。姉さんのことだが、話したかったら聞くぞ。何を話すの？見つからない時点で薄々分かってた。死んでるって分かっても何も変わらない。全然実感がない。分かるよ。ペースを維持して。どうするつもり？復讐する。俺の兄貴と君の姉さんが。これが最善の方法？知名度上げてランク上げて奴に近づくのは。ああ、なら全力で協力する。約束の場所はもうすぐだよ。輸送手段はちょっと変わってる。楽しみにしてて。これすごいな。ついに上り詰めたわね。ロサンゼルスにあるサーキットスペックのチューナーを利用できるわ。サーキットスペックカーのスピードと正確さは秀逸よ。レースコース用のマシンだから運転には高度な技術と度胸が必要。強度は低いけどありえないほどパワフルで速いわ。オバーンを捕まえればシブを倒せるんだよね。ゾーイの情報を分析してみたの。
ネバダ州でのコバーンの動きが怪しい。なんだか一定のパターンがある。つまり？まだわからない。でも何かある気がする。わかったら知らせる。今は運び屋の仕事を続けて。
で危険運転車両の目撃情報すぐに捜索せよ。了解。また運び屋の仕事だよ。かなり急ぎだけど報酬は弾む。やるよ。
了解だ。今運んでる。フルスピードだよ。このルートを行けば早いから急いで。このルートを行けば早いから急いで。
でハイウェイを走ってる。警察は避けるんじゃなかったのか。今回は時間がないの。ハイリスクハイリターンだよ。それは期待できそうだ。下ろした。なんとか間に合ったよ。ご苦労様。これだけ稼いでれば支部の目にも止まってるはずだよ。
後バーンがオフロードのドライバーを雇ったみたい。そいつの居場所を突き止めた。よし行ってみるよ。歓迎はしてくれないみたいだ。素性を調べてみる。探偵の真似事はもういい。自分で聞いてみる。どうするつもり？奴を止めて増員に逮捕してもらう。分かった。止まるつもりはないみたいだな。車の出どころが分かった。警察が510から押収したものだよ。それをなんでこいつが。コバーンの手回しでしょ。ああ痛そう。このままだと逃げられる。
奴を止めてゾーイに逮捕してもらう。分かった。つもりはないみたいだな。車の出所が分かった。警察が510から押収したものだよ。それをなんでこいつが。コバーンの手回しでしょ。このままだと逃げられる。ゾーイに護送車を回せと伝えてくれ。取り調べてもらおう。了解。よく聞け。どういうつもりか知らんが、そこまでだ。ああ、もしもし。お前によく似た男が私の仲間を刑務所送りにしたと聞いた。猫をかぶっていたようだな。取引は終わりだ。お前もな。ロクサーム、ヤバい事態だ。コバーに気づかれた。俺たち全員危ない。了解。ゾーイにも知らせる。